お疲れ様です。チャ TV 中の人うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。ということで、今回もウィニングポスト10やっていきたいと思うんですけども、体験版でございますけども、非常にね、ウィニングポスト10でいろんな方配信されていてね、私も配信させていただいてるんですけども、非常に素晴らしいという形にはなってきてるんですけども、でも、まだ体験版なわけじゃないですか。結構ね、ニューゲームを始める時にも出てくるんですよ。エデュットをね、やって、置かないとダメですよとかね、プラスここにね、強烈なこと書いてあります。体験版ではね、競争場面のね、音声合成にはね対応してませんよっていう風にね書かれてる。ほほ矢野さんどうしたみたいな矢野カットがね発生してるんですけども、まあでも大丈夫です。あのね先行配信会でねやらさせていただいてるので普通に喋ってました矢野さん普通に喋ってたんで、リリース版はね大丈夫なんですけど、まあまあおそらくね PS5 とか PS4 とかスイッチに関しては体験版のね容量が決まってるんだと思うんですよね。だからそこの部分で、まあ矢野さんっていう容量が実は 100% のうちの 50% ぐらい矢野さんだったっていうことがねここによってバレたかもしれないんですけど、矢野さんの容量めちゃくちゃでかかったんだなっていう感じなんですよ。そのカットをしたことによって体験版ができるよっていう形にはなってますんで、実際のリリース版では矢野さんカットされておりません。あの競争馬の名前をねいじって矢野いじりっていうのも引き続きできると、そこはね心配しないでねいただければと思うんですけども、まあそんでよりもやっぱりね全てにおいてめちゃくちゃ綺麗になったと思いませんか。まあ映像がね非常に素晴らしくなったとか、芝がみたいなね、芝が生えてるみたいな、ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないんですけど、見られた方だとね意味が分かると思います。綺麗なんだよっていうね形なんですけども、いいな。それ本当か？やばいぞこのゴリラ、やっぱりやってきたっていう感じかもしれませんけど、すでに体験版でね牙をね出してきましたよゴリラがね、うふうみたいな感じなんですけども、まあ非常に簡単に言うと本当に綺麗になったのかっていうところですね。そちらをねちょっとね考えてみました。そんな動画をね作らせていただいておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。さあ前段がいつもより長くなりましたけどもね、まあ矢野さんここでね矢野いじりっていうところから考えると、まあ矢野いじりイコールうちは TV みたいなところありますけども、まあまあそれは置いといて、まあ矢野さんがいじれないからねこういう動画作ってるってわけじゃなくて、純粋に僕はね綺麗になったと思ったんですよ。たまーにね生配信とか動画のコメントで、いやそんな変わってねえぞと、そんなゴリラ興奮してるけどそんな変わってねえぞってたまーにいらっしゃるんで、なんかそれを言われると、あもしかして俺は美化しているとかね、あ俺は洗脳されているみたいな感じな気がしてきてしまいますんで、ほぼ同条件にねなりうるセーブデータをこう見比べてみて、まあどれくらい違うのか、そしてねまあ純粋に、まあ、PS5 PS4 Steam ね Switch のまあ4タイトル出てると思うんですよ、ウィニングポスト10体験版っていうのはね。ただねまあ今回はねそこで見比べるのではなくて、純粋に9とね10の違いをねしっかり見ていければなと思うんですよね。だそれを見比べられるっていう形なのであれば、やはり最高出力が出る PS5 で撮った映像と、そしてね PS4 版で出ているウィニングポスト92022でございますけども、このウィニングポスト92022っていうのは PS4 版なわけじゃないですか。 PS4 版と PS5 版ね比べたとしても、それは綺麗になってるよってなりますよね。だってもう機械がね、機械とか言っちゃったけど、機械がねグレードアップされてるんだから、それは綺麗になって当たり前でしょ。わかりました。同じ PS5 っていう土俵で、そしてねほぼ同じ状態のねレース映像を一緒に見ていただいて確認していただければなと思います。さあそしてね使うねシナリオっていうのはやはりね皇帝シンブリルドルフのね、イク84年に出てくるね初期馬をね特に何もいじらず、いやいやうちはいじったろうと言われてしまいますんで、何もできないんだ。このウィニングポストって実は何もできない期間があるんですね。その何もできない期間のうちに起こるレースをね徹底的に見比べてみて、どれだけ変わるのかをね皆さんと確認していければと思います。さあということでね、まあウィニングポスト9ね2022やってるとね、ルドルフの時代をねやられた方いらっしゃると思うんですけど、初期馬はね鈴パレードでございました。今回のねウィニングポスト10もねこのね時代になると鈴パレードがね選択できますんで、この鈴パレードをねまあチョイスさせていただいて、共同通信杯でございますよ。皆さんね何もできないでしょ何もできないじゃないですか。だからその鈴パレードがね出るね共同通信杯のレース映像を見比べていただければ、どれだけ変わるかっていうのがはっきり言ってねもう簡単にわかると思うんですよ簡単にわかると思いますんで、そちらの方ね見比べていければなと思いますけども、まあでもやっぱりさもうそれ違うよっていう形になっちゃいますんで、まあ基本的にはね僕の牧場名はうちは牧場で、まあ本当はみのりちゃんをねチョイスしたかったんですけども、彼ですわ彼をねチョイスして、特に乱数へのね影響がないとは思われているところもしっかり揃えていって、でそれでまあ共同通信
通信杯までねやっていって、共同通信杯のレース映像をね見比べていけば、それはもうわかるでしょうと、それは差が出るでしょうと。もう今清原さんですからね、清原さんの形になってるはずなので、ウィニングポスト9-2020にもねなってると思いますんで、まあそこをね見比べていければなと思いますよ。まあでもやればね一番わかるんですよ。いやこれは違えなってすぐわかるんですけど、ただですよ、ただもう本当に作り直したのかと本当に作り直したのかって言われる方もいらっしゃるんですよ。僕は言ってないんですよ、僕は言ってないですよからね、開発人さん。僕はもうやって本当にマジで感動したからね、感動したんだけども、いらっしゃるんで、なんかもうそう白黒つけようじゃないか、そういうところはね。いや逆に見比べることによって、いやこんだけしか意外と変わってないんだとか、 PS5 版でウィニングポスト9-2020にやられている方実は結構少数だったりするので、そこの部分で意外とウィニングポスト9-2022にもね、これだったらウィニングポスト9-2022でもいいんじゃねえのみたいな思われる方もいらっしゃるかもしれないので、まあそれはねもう本当にね、まああなた次第ですみたいなね、信じるか信じないかあなた次第ですみたいな感じなんですけども、まあ僕もね一緒にね見ていく形にはなると思うんですけども、そこの部分を考えつつね、まあやっぱウィニングポスト10の方がいいよねみたいな形になるようであれば、 PS4 版でも進化ねあると思いますし、それ以上にやっぱね PS5 もらっていらっしゃる方であれば PS5 版のねウィニングポスト10がいいんじゃないみたいな形になってくるかなと思います。まあちなみにですけど、今僕がねやっている全ての流れも込みですこの全ての流れも込みで僕は言ってますからね、共同通信杯までのスピード感です、スピード感ありで考えていただければと思いますけどね。もう本当にあっという間に2月の2週ですよ。そしてねまあこういうイベントだったりっていうのがありますんで、正確には同じ時間を過ごせるかって言われるとちょっと無理かっていうところあるんですけども、まあ気づいていらっしゃるかもしれませんけども、 PS5 のねこの R2 のねおしゃべりのねログを吹っ飛ばしていくボロロっていうのがむちゃくちゃ早いのよむちゃくちゃ早いんで、はい、あっという間に共同通信杯でございます。そしてねジョッキーは同じジョッキーにしましょうよっていう話にはなってくると思いますんで、まあ、的場さんがね比較的この時は出やすいので、的場さんをねチョイスして共同通信杯ねやっていければなと思います。それでは共同通信杯鈴パレードですね。で作戦はもう何もいじりません、今回は先行でいきたいと思います。もうこの鈴パレードはもう先行ですからね、だから全て長尺のレースで見比べてレース映像を見ていければと思います。それでは共同通信杯鈴パレード頑張れ。さあまあ共同通信杯ねこんな形でスタートしていきますよ。もうこの時点で僕は差があると思うんですけどね、まあ非根幹距離とか出たりしますけどね、鈴パレードさんですから、こういうのがね表示がなかったりだとかっていうのはね差はあると思います。ただ矢野さんに関してはですよ、これあくまでもウィニングポスト10に関してはね体験版で、矢野さんをね削って我々に体験をさせていただいておりますんでね、まあそこの部分考えていただければ、矢野さんやっぱりウィニングポスト9-2022の方がね流暢に喋るかなと思いますんでね。さあ勝負どころの東京競馬場、ドラマチックカメラだからじゃねえのかって言われそうなんで、実況カメラにね切り替えさせていただいて、実況カメラの形でね揃えていければと思います。まあドラマチックカメラも相当いいんですけど、実況カメラでも十分ね差見えてくるのかなと思います。さあ最後の直線は黙りましょう。先頭変わって16番5番伸びてきた、16番先頭内から5番先頭、16番捉えるか内から6番200を切った5番さらに足を伸ばす、2番手は6番一気に足を伸ばす5番先頭5番先頭だ5番5番1着2着にはどうやら6番見事に勝ちました5番6番わずかの差で勝利を逃しました。さあということでね、まあ1レース終わりましたけども、共同通信杯ねこんな形で備前錦が勝っていきましたんで、鈴パレードはね3着っていう形でございました。まあ本当に成長だったりっていうねイベントが発生しますんで、まあここからね PS5 版のウィニングポスト9-2022を起動させていただいて、まあどのくらいの差がね映像で出てくるのか確認できればなと思います。さあ親の顔ほど見たねこのタイトルですけども、行きましょう。ウィニングポスト9-2022 PS5 版でございますけどもね、まあこんな感じですよね。まあニューゲームをねさせていただければと思います。はいっていう形で、まあ行く84年でございますよね、ミスターシビールドルフっていう形で、一番何が違うのかって言ったらね、これが入りますんでね、煽り映像が入ってきますんで、まあそこの部分でみたいなところあると思うんですよ。まあ今回ねノーマル CG 通り反映しないで、まあウィニングポストでねデータがありますよっていうところで物もらえるんでね、ここら辺だけまあさっきももらってたんでね一緒にしていこうっていう形で、で導入種ボバ等々もねなしの状態、名前はしっかりね入れていければなと思います。変わっちゃうかもしれないからね、まあ変わるっていうのはほぼありえないんですけど、ほぼありえないとは知っているんですけども、一応ね自分の名前しっかりね入れていければなと思います。まあ、ちなみにですけどね、ウィニングポスト10の方のね名前入れの部分ですけどね、名前がね振り仮名のところは別々になってたっていうところがね実はね変わってたりするんですよね。まあ気づかれてないかもしれないんですけどね、そういうところがね実はね差はねないわけではないですよねっていうね感じかなと思いますけどね。さあ勝負服も一応同じにしておきましょうかっていう形ですけどね、勝負服もね実はですねウィニングポスト9ですと模様をねやった
った時にこういう感じでね、他のねチョイスっていうのもねできたりはするんですけども、ウィニングポスト9 2022っていうのはね地味に変えることがねできたりするんですよ。10の方がね実はこの勝負服ね細かいところまでねいじれたりしてるんですよね。あれだからこれだよねみたいなのとかも勝手にね自分で変換してくれて、実は前回のウィニングポスト9 2022の時は肩のね腕の部分が違かったりすると全部切り替わっちゃったりしてたんですけど、そういうことが一切なくなっております。でまあ牧場長は一応ね演算の影響が出ないようにね満作組んでいきたいかなと思います。さあそしてね秘書はメアちゃんでいいよね。さあということで初級馬ね全く同じっていう形になりますんで、9-2022はねこんな感じでねいろいろ選べるんですけども、まあ今回鈴パレードをね選んでいければと思います。同じ馬ですからね。さあということでね育84年1月1週でございますんで、まあ引き継ぎをねやってませんので、こちらね環境設定でねレース結果は見ないっていう形で、場面表記はカタカナでっていう形でいきましょう。まあ実はですけどもね、まあ PS4 版と PS5 版のウィニングポスト9-2022も微妙に実は違かったりするんですよね。まあ何が違うかっていうと、まあ圧倒的に読み込み速度が違いますんで、 PS5 版のねウィニングポスト9-2022の方がやっぱり若干ねサクサク感は出るんですけども、もう気づいていらっしゃるかもしれませんけども、もうすでにスピードが全然違いますね。イベントが起きる回数が全然違いますんで、にもかかわらずサクサクで進んでいるのは実はねウィニングポスト10だったりするんですけども、ただまあイベントの多さでねどうしても10の方がね時間かかってるような感じに見えるかもしれないんですけども、まああとは謎にね調教師さんはね維新されてまして、ここ松下さんなんですよ。さっきね清さんだったような気がするんですけどね、そこがちょっと一緒に揃えることができてないっていうところはありますけども、まあ言うてもそんな大幅に差は出ないなっていう形なので、鈴パレードね岡部っていう形になりますけども、通算勝利数で見ていきましょうかね。岡部さんが乗っていくっていう感じですけどね、ジョッキーも一緒にすることができないっていうね。米岡でいきましょう。さっきはねスナイパー的場がいたんですよ。今回こっちではね9-2022ではスナイパー的場はいず、逆に米岡さんがいるっていうね形でございますんで、まあでもやっぱ一番変わったのはこの待ち受けだったりっていうところは相当変わってるとは思うんですよね。同じ PS5 でやってますけど相当違うなっていうのはねわかるんですけども、あとはですよやっぱり作戦っていうところはねほぼ同じなんですけども、やっぱねどれだけレース映像がね変わってるのか確認していただければと思います。まあもうこの街の一瞬の画面でもね共同通信杯っていうところでも若干違いそうがねわかるかなと思います。まあ一番はね、まあ矢野さんはね置いといてね、もう違うでしょ芝の一本一本の目がさ違うわけですよ。でもこれでも十分結構ね映像的には綺麗だなと思ってたんですけど、でもウィニングポスト10っていうのはね馬一頭一頭のこの表現っていうのは本当に作り直したんだよって言ってたんですけど、開発の方たちねこれ作り直してるって本当に本当に作り直してると思いますよ。だから逆に言えばねもっと差が出るって思われてた方もいらっしゃるかもしれないんですけども、全体的に見るとじゃあ何が変わったのかっていうと、まあストーリーが大幅に変わったとか何々が変わったっていうのはね一つ一つね言い出したらキリはないかもしれないですよ。じゃあ大きくやることは変わるのかって言われるとやることが変わらないので、なかなかねうーんみたいなところはあるかもしれないですよ。まあ今の例えば大手焼きだったり奥のね草とか根木とかもう見比べていただければ正直ね大幅なレース映像のねグレードアップっていうのにはね気づいていただけるんじゃないのかなと思います。まあただねウィニングポスト9-2022でもウィニングポスト10でもどちらにせよ備前錦式が勝っていくっていうね勝っていくっていう形にはなってますんで、まあ初級馬がねえぐいっていうのは相変わらずね9-2022の頃から変わらないなっていうね伝統になりつつありますけどね初級馬がね。まああとはやっぱりね観客が動く動かないでねかなりね違うなっていうのと、まあやっぱりねウィニングポスト9-2022 PS5 版もねかなり背景は綺麗なんですけど、こう躍動感というか生きてないのよ生きてないんだよね。要は動かなかったりだとかハリボテ感が若干やっぱあるんですよね。でも10になるだけでね結構僕は変わってるなと思いますんでね、まあとりあえずウィニングポスト9-2022の共同通信杯はこんな形だったよねって思い出していただいて、まあこっからはね先ほどのね1回目のねウィニングポスト10のね共同通信杯とね、こちらのねウィニングポスト9-2022のねこの共同通信杯のねレース映像を一斉にね流してみてね、どんくらいの差がね出てくるのか見ていただければと思います。東京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。バチョウライバーこれはコースタート13番はちょっとタイミングが合いません。16番やはり予想通りに行きます。13番はこれに続くのがバチョウライデン2番さらには先手を取りました。その外から12番ダイナポニアダイナポンその隣に続いています。内からは鈴パレードその後ろに14番その外から17番フリー4番その内に続いていますオレンジのその後ろからマグネスデジャブこの集団に10番18番サトノピー11番すぐ後ろその外にダイナカラー6
番後ろからの競馬になりました。ダイナフォー7番鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。これは少々ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方まで10番10馬身がターフの上を駆け抜けていきました。もう一度先頭から上がっていきました。通過していきます。前は3番若尾ライデン、ダイナコラミア12番ほとんど差がありません。3番手この位置は果たしてどうか。この位置から追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭赤オライデン16番、先頭が内から伸びてきた。16番外から未然錦から赤オライデン先頭、外から勢いよく未然錦から先頭。スズパレード手応えは悪くありません。さらに足を伸ばす2番手は残り 200m 一気に足を伸ばす。未然錦5番粘る先頭、一気にスズパレード未然錦5番未然錦2着にどうやら6番スズパレード見事に勝ちました。北山桜6番見事に勝ちました。で勝利を逃しました。さあ、ということでね、今ね、見ていただいたかなと思うんですよ。どうですかね、差が見えたかなとは思うんですよね。まあ僕的にはね、だいぶ競馬場のね、仕上がりってやっぱ観客が動くだけでね、かなり躍動感出るんですよ。それ以上にこの背景っていうね、部分っていうのも非常に差が出たりするかなと思うんですよね。ただ、これを買い替えないといけないのか、PS5 にしないといけないのか、PS4 でもいいんじゃないのかっていうところはね、今回の動画で検証してないので、次のね、この比較動画でね、コンシューマーによってね、どれくらいの差があるのかっていうのをね、まず確認していただければと思うんですよ。今回もうね、比較動画としてはね、まあ初手になりますんで、同じね PS5 っていうね、コンシューマーの同じ条件で、まあ9の2022ね最終版とウィニングポスト10のね最新版がね、どのくらいねレース映像でね差が出たりだとか、まあ UI のね感じだったりだとか、全体のね表現力だったり、まあ一つ一つのね形だったりっていうののね差を確認していただけたんじゃないのかなと思います。まあ10に関してはね、まあ僕はもう圧倒的に10は超綺麗になったって思って本当に感動したっていうわけわかんない座談会のね回答してましたけども、それぐらいね本当にね感動して声が出なかったですからね、マイク回ってきた時に。だからそれぐらい僕は感動したんですけど、まあ人によってはさ、いやいやいやみたいな方もいらっしゃるかなと思ってこういう動画を作らせていただきましたけどもね、果たしてねどんな形にね感じられたかはねコメントの方ね書いていただければと思います。こんな形で引き続きウィニングポストだったりね、まだまだね光栄テクモをねストーキングしていきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はね比較動画として同じ条件のね PS5 版のねウィニングポスト10とウィニングポスト9 2022の同条件に近いねレース映像の方を確認していただきましたけども、どちらにせよ備前錦には勝てなかったっていうところがね結果なんですけども、映像はねだいぶね綺麗になっているんじゃないのかなと思いますんでね、このウィニングポスト10ねご購入検討されている方はね、そこの部分もね検討の一つにね入っていただければなと思っております。それでは次の動画配信で、バイバイ。